2号線は、千葉県千葉市中央区の千葉駅から同市若葉区の線上、大駅までを結ぶ千葉都市モノレールのモノレール路線である。千葉公園駅や穴川駅手前までは、国道126号を上に走行軌道が設置され、JR 総武線とは500から800メートルほどの距離を置きながら並走する形態となる。密集した市街地の中を走行し、沿線には、 千葉競輪場がある千葉公園や千葉大学、千葉経済大学、慶愛大学などの文京地区がある。しかしながら千葉競輪場へは、またこの区間の地域は西千葉、稲毛の各駅から路線バスが頻発しており、乗降の負担が圧倒的に少なく、東京方面のアクセスにおいては、モノレール利用では迂回となって、遠回りとなるが、バスは、 短絡的に総武線の駅にアクセスするため、路線バスが有利な状況となっている。田畑が点在する宅地エリアで広々とした土地空間を利用した千葉県総合スポーツセンターや千葉市動物公園などの公共施設が点在し、それらの施設名称を駅名に関するものの利用者は非常に少ない。千葉駅及び JR 総武線から距離があるエリアだが、 稲毛駅からの路線バスが多数発着するため、モノレール利用者が伸びない要因となっている。千葉都市モノレールの路線の中で利用率が高いエリアである。千葉中心部、東京都心部へ向かう際は、津賀駅で JR 総武本線に乗り換えるのが主体となっている。沿線は、新興住宅地が密集しているほか、東京情報大学のキャンパスがあり。 モノレール利用者獲得に恩恵をもたらしている。ほとんどの列車が1号線の千葉港駅まで直通運転され、千葉港地は線上台間の運行である。日中は12分間隔で1時間あたり5本運転で、朝や夜間には車両基地所在駅である動物公園駅始発、終着の列車も設定されている。全駅千葉県千葉市に所在。駅員、終日配置。 日中のみ配置。定期券の発売は行っていない。終日無配置柳川駅から JR 稲毛駅、稲毛海岸駅方面への延伸が検討されていたが、2019年9月4日に千葉市はこの区間について、モノレール導入は行わないことを決定したと発表した。ありがとうございます。